はい、始まりました。トゥルーテンパージャパンチャンネル。本日はですね、ニューヒロインを探せということで、こちらサザンヤードカントリークラブを舞台にして、ゲストの女子プロゴルファーと9ホール対決ということになっております。アウト9ホールをマッチプレー対決、そして、私が、万が一です、勝った場合は、視聴者の方に、トゥルーテンパーさんから非常に豪華な商品を用意していただいております。ということで本日のゲスト、後藤ひなのプロでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、かわいい。お願いします。はい、かわいい。そして、まあ美女が来ると天気も良くなるということで、本当にですね、天気予報ってすごいにらめっこしてたんですよ。ですよね。私も昨日の時点で曇りだったから、はい、どうしようと思ってましたけど、はい、全然もう上やから晴れ女でございます、はい、ということで本日は、この晴れ女の素敵な女子プロと対決をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今回は吉田さんと女子プロ対決シリーズの第2弾。もし吉田さんが勝利すれば、視聴者の中から抽選でトゥルーテンパーから豪華商品をプレゼントいたします。商品は最新モデルのダイナミックゴールドスタンドキャディバッグ1名様にプレゼントいたします。詳しくは概要欄でご確認ください。では後藤プロ、吉田さん、お二人とも頑張ってください。じゃあ T 投げる。じゃあ T 投げます。はい、じゃあ僕からいきます。はい、はい、お願いします。ということで、1番ホール497ヤードパー5からでございます。お願いします。ということで、初打ハザーダスジェネレーション4、4代目、はい、ドライバーロマロさんでございます。さあ頑張っていきます。よいしょ。ちょっと狭いんで左バンカーから軽くフェードしたらいいなぁがな感じでいきます。お願いします。ちょっと逃がしすぎたかな。どうだろう。あ、木の音しました、ね、カート道かな。帰ってきてるかな。どうだろう。ちょっと後で暫定球打ちます。はい、お願いします。お願いしますうん、ナイス。ありがとうございます。いいと思う。暫定球打ちます。お願いします。テラメで1番です。今日左目かな。あー、バンカーだ。これだと止まれ。止まって。あ、はい、よいしょ。緊張しているのか、波乱に満ちたスタートホールとなりました。いや、緊張の T シャットでございました。はい、緊張しました。朝一から狭い。めちゃめちゃ狭い。ちょうど落としどころですもんね。そうなんですよね。で、まあ見事な T ショットを打ったんですが、元プロ、はい、はい、出身はどちらですか？出身は兵庫です。兵庫県、はい、で、ジュニアの頃から。そうです。始めたのは5歳で、はい、試合とか出だしたのは小学校3年生ぐらいだったんですけど。おー、そうなんですか、はい、同期は？同期は黄金世代なので、はい、もうしっかりバリバリ今活躍してる子たちも欲しいですね。日本本優衣とか、はいはい、プレイヤーやかも。あ、とかは年下ですね。2個下でも滝川第二の同じ高校の
高校が滝川二高なんだ、はい、高校の後輩なので、はい、もう本当小学校ぐらいから同じ練習場だったので、ほうほう、ちっちゃい時からみんな知ってますね。まあ、じゃあすごいその環境の中で揉まれてゴルフをしてきたんですね。揉まれまくりましたね。さあ、ここを探そう。3番ウッドで打ちます、はい、やばい、薄かった。うん、ナイス、まあ、結果いいからいいってことで。ボールあったんで拾います。はい、ドロップします。はい、適当で大丈夫。はい、ユーティーで打ちます。はい、250ぐらいあるかな、もっとあるかな、登り見るともっとあると思います。打ちます。もうちょっとフックだ。バンカー入っちゃったか。入っちゃったな。上り入れて115なので9番アイアンでちょっとハーフショットぐらいで打ちます。オッケー、うん、ナイスパー。ありがとうございます。傾斜がすごいです。ここはもう一度行きました。ニューシャフト、はい、ダイナミックゴールドミッド S200 でございます。サンドウェッジの方で行きたいと思います。はい、サンドウェッジでちょっと上手に当てて飛ばせたらいいなって思ってます。下硬いんで飛ばしやすいと思います。行きます。あー、ダフっちゃった。ここで今回のキーワードを発表します。今回のキーワードはブです。では引き続き本編をお楽しみください。おおよそ30ヤード上りでございます。左足上がりなんでサンドウェッジで上げに行くとショートしがちなので、アプローチウェッジでピッチエンドラインイメージでいきます。止まれ、行っちゃったかな。ちょっと行っちゃったっぽいですな。ちょっと上りの含めかなって感じですね。OK です。ありがとうございます。ナイスパーです。ありがとうございます。ナイス、ナイスです。ナイスパーでした。ナイスパーです。ドローですね。ドローです。いやスタートホールにしてはきつすぎました。二人してて、たばたドタバタ、ドタバタ、本当にまともなショットが二人ともショットにない感じでスタートしましたから、はい、まあまあ最初は手で、まあちょっとゆっくりこうエンジンを吹かし始めてますね、はい、スタートホールは共にパーセーブでドローでした。次回に続きます。この虫怖い。アブがすごい。